بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله جتني سبت نشوه سام الله منه نحمده وريواريوا كاري وشوه سانشي ونستعينه متى كارني مجيبكي وكوي ونستغفره متى كارني يرشو كوي مس 今日がラマダンの25日目です。あと数日しか残っていないラマダンの時間が一番貴重な時間です。この最後の数日の夜には一年で最も大事な夜があるかもしれないからです。そしてその夜に得られるよう努力するべき最も大事なことがアッラーの許しです。預言者ムハンマドサララハアレイヒワサラマは仰せられました。信仰と交渉の期待を持ってライラトルカドルに礼拝に立つ者は誰でも過去の罪が許される。過去の罪というのはその夜まで行ってきた罪であり、大罪と呼ばれる重い罪以外の全ての過去の罪を指します。また別のハディースでアイシャ、預言者サララハアレイヒワサラマの妻が言いました。アッラーの使徒よ、ライラトルカドルがどの夜に当たるか分かったとしたら、その夜に何と言えばいいでしょうか。預言者サララハアレイヒワサラマは答えました。アラーホンマインナカアフウントヘッバラアフファアファアンニ。アッラーよ、あなたは寛容であり許すことが好きでおられるので私を許してください。このハディースはたくさんの知恵が詰められている素晴らしいハディースです。一年で最も大事な夜にアッラーに何をお願いするのが一番良いのかと預言者サラララハアレイヒワサラムに聞かれた時に、彼はアッラーの許しを請うことであると答えました。なぜなら罪を許していただければ地獄から守られ天国への道が開かれ、この世での成功にもつながる鍵だからです。私たちは誰でも毎日罪を犯しますが、そのたくさんの罪を許してもらえるかどうかで私たちの運命が大きく変わります。また許しと一言で言ってもレベルがあり、このハディスで使われているアフという言葉は最も高いレベルの許しです。普段使う言葉は犯した罪に対しての罰や悪い結果から守ってくださるための許しですが、アフという許しは悪い行いの記録からその罪の記録自体を消され、その罪をそもそも犯していなかったかのようにする許しです。もしそのような許しで私たちの数々の罪が一掃されれば、審判の日には罪を犯した記録がなく良い行いの記録しかないということです。このハディースから学べるもう一つの大事なことがアッラーへのお願いの仕方です。許しを請う時でも何でもお願いする時でも、私たちがいいことをしたからとか頑張っていい人になろうとしているからではなく、あくまでもアッラーが何でも許してくださる寛容のお方であるからという言葉と気持ちでお願いします。私たちはアッラーの恩恵をちゃんと感謝もできていないですし、アッラーのことを忘れて罪を犯すような許してもらうにふさわしくない存在です。なので私たちが許されるのはアッラーが寛容であり許すのが好きでおられるからであることをこのハディースが教えてくれます。ラマダの最後が最も大事な理由にはもう一つあり、それは行いの審判はその行いの終わりによって判断されるからです。なのでこれまでに十分にラマダの時間を生かせなかった場合は、最後の数日のラストスパートで補い、ラマダを最高な状態で終えましょう。アッラーよ、あなたは寛容であり許すことが好きでおられるので私たちを許してください。そしてラマダの最後の数日を、ラマダの最後の数時間をあなたが最も喜ぶ形で迎えさせてください。アーメン。